大ハリアリは、八目、アリか、ハリアリやか、大ハリアリ族に分類されるアリの一種である。北海道を除く日本全国の海岸部や、林園部から住宅地に至るまで多様な環境に生息し、ハリアリの中では、極普通に見られる種である。大ハリアリのオスアリ働きアリは、体長4から4.5ミ、mm、リメートルほどになる。フレツノガワラ節の長さは、東部公園を超え、 胸部と腹部の間にある腹柄節は短く高い。女王アリと働きアリの体色は黒色を基本とするが、大顎と足は褐色であり、副端には発達した毒針を持つ。一方、オスアリは淡い気褐色で、大顎は縮小し痕跡的である。日本においては、北海道を除く本州、四国、九州の各地と南西諸島、小笠原諸島に分布する。 日本国外では台湾、朝鮮半島、中国、インドシナ半島に自然分布し、ニュージーランドとアメリカ合衆国に移入分布する。自然界においては石や落ち葉の下、朽木の中などに営像するが、人家の付近ではプランターの下などに映像し、室内に侵入することもある。植生は肉食傾向が強く、主に他の昆虫を襲って餌としている。 なお、本種は日本国内においては白アリを専門に捕食することで知られるが、移入先のアメリカ合衆国においては白アリ以外の昆虫や節足動物も幅広く捕食し、餌をめぐって競合する在来種のアリをはじめとする生態系に影響を与えることが懸念されている。同地においては同じく移入種で旺盛な繁殖力と高い攻撃性によって在来種のアリを駆逐する。 アルゼンチンアリとも競合関係にあり、温帯原産の本種は、熱帯原産の同種より低温に耐性を持つことが、競争に有利に働いているとされる。コロニーは一つの巣に、複数の女王がいる、多情性を取り、結婚飛行は6から9月に行われる。人を刺すことのできる毒針を持つアリの中で、本種は比較的身近に生息し、国内において、 ありに刺された症例のほとんどが本種であるとされる。本種に刺されると最初にチクリとした鋭い痛みがあり、その後は軽い頭痛が持続するが、おおむね1時間以内に収まる。ただし、何度か刺されると翌日以降相応感を伴う後半が出現することがあるほか、血圧低下等のアナフィラキシー症状を呈することがあるため注意を要する。なお、 本種の毒成分には、八毒との交差性はないとされる。ありがとうございます。